メスアカクイナモドキは、ツルモク、クイナモドキかメスアカクイナモドキ属に分類される、蝶類。本種のみで、メスアカクイナモドキ属を構成する。別名ハシナガクイナモドキ。マダガスカル南西部固有種全長30から32センチメートル。体型は細長い、お葉は長い。上面の歯衣は、肺褐色や高褐色、喉から胸部にかけて、三日月状の黒い斑紋が入る。 腹部の羽衣は褐色。目上部には眉状に白い筋模様が入る。くちばしはやや長く、下方へ湾曲する。オスは喉から胸部の羽衣が白く、メスは喉から胸部の羽衣が赤葛色。標高130メートル以下にある乾燥した有刺植物からなる低木林に生息する。は雑で、昆虫、果実、 種子などを食べる繁殖形態は乱生。婚姻形態は、一夫多妻や一妻多夫と、不定型で、繁殖期には2から10羽からなる群れを形成する。地表から0.6から2メートルの高さにある矢部や、低い木の枝に、木の枝や樹皮、葉などを組み合わせた、直径0.2から0.3メートルに達する皿状の巣を作り、 主に12翌1月に1回に1から2個の卵を産む。死有交代で放卵し、死有で育成を行う。分布域が限定的であることに加えて、開発や放牧による生息地の破壊、狩猟、人為的に移入されたネズミによる卵やヒナの発色などにより生息数は減少している。ありがとうございます。